はじめまして、オペラ歌手をしている40代男性です。幸運なことに年収4000万程度まで頑張っております。あくまで年収ですが、息子が3人より、はっきり言って日本のオペラ業界の30年後は壊滅的だと思っています。音大はもうほぼなくなっていると思います。子供がやりたいとなったらもちろん入学させて、そのままヨーロッパ圏に滞在することを進めると思います。日本のオペラ歌手の平均年収は200万もいかない実。ただ日本のオペラ業界に興味があって、少しでも明るい未来になってほしいと思います。これから先のクラシック業界にアドバイスいただきたいです。無理です。まあ音大は残り続けると思いますけどね。別にあの食えるか食えないか関係ないんで、例えば芸大卒業した人がどれくらい食えてるかというと結構厳しいと思うんですよね。なので、音大が、例えばその、じゃあ日本史学科古典科みたいなところを卒業した人が食えてるかというと食えてないと思うので、だから大学が卒業した後に食えるかどうかっていうのはあんま関係ないので、なので音大は残り続けるとは思うんですけども、残念ながら日本ってそのオペラに金を払う文化がないんですよね。なので、オペラに金を払う文化がない以上、年収200万になってしまうのは当然だと思うんですよ。で、じゃあその、じゃあフランスにオペラ座というのがあって、そのオペラを見に行く人たちがどれぐらい金払ってるかっていうと、いくらだったかな、8000円ぐらい払ったかな、僕。で、別に僕、オペラ全然興味ないんですよ。全然興味ないんですけど、まあ、1回ぐらいオペラ座でオペラとか見とこうかなっていうので、8000円払ったんですよ。2人で1万6000円ぐらいだったのかな。で、ブロードウェイでも、オペラ座の怪人っていうオペラを見に行ったことあるんですけど、それも1万5000円ぐらいしたかな。なんか当日券だからもっと高かったかな。なんか2万円ぐらいしたかな。なので2人で多分4万円ぐらい払ってると思うんですよね。なんかチケットがその、なかなかその前もって予約すれば安いんですけど、当日だと高いみたいな。なので、まあ見たんですけど、別に僕オペラ好きじゃないんですよ。今言ったように。なので、ただ、オペラ座っていうところに入ってみる、どんなものか知りたいとか、それじゃあブロードウェイに行ったらオペラを見てみたいっていう人が、世界中に多分、100万人以上いるんですよね。要は人生の間にニューヨークに行ってみて、じゃあそのなんかブロードウェイに行ったらオペラぐらい見た方がいいよねと。で、ニューヨークに旅行に行ける人にとって2万円とか4万円は別にプラスアルファなんですよ。もう2万円も払えませんって人だったらそもそもニューヨーク行かないから。で、なんかじゃあオペラ座とやらのオペラを見てみようと思ってる人だったら、別にもうその旅行に行く金もあるんだからプラスじゃあ8000円とかって別に全然払えるよねっていうのがあるので、なのでその本当にオペラ好きだけでオペラというマーケットが成立しているかっていうとそうでもなかったりするんですよね。その例えばじゃあブロードウェイのミュージカルっていうのも本当にミュージカル好きだけが見てるかっていうとそうでもなくて、なのでその、ブロードウェイに行った以上ミュージカルを見たい、オペラを見たいっていう人たちっていうところのふわっとした観光収入っていうのの中にオペラっていうのが含まれてるんですよ。だから例えばそのオペラを見るためだけにフランスに来る人っていうのはやっぱあんまりいないんですよね。フランスのパリっていうところに旅行に来てついでにオペラを見るなんですよ。あれジゼルも見たことあるぞオペラ2回ぐらい行ってるのかな、あれ、あ違う、オペラ座でジゼルを見たんだ、まあいいやっていうのがあったりするので、で日本って残念ながらそのここでオペラを見ると良いよねっていうのが世界中に評価されてるものがないですよね。で、劇団四季ってどちらかというと日本人向けにやってるもので、日本人の人たちが、わあ、面白いと思ってるんですけど、じゃあ外国の人たちが日本に来たらついでに劇団四季見たいかっていう劇場かっていうとそうでもなかったりするんですよ。むしろ歌舞伎なんですよね。その歌舞伎って外国の人が日本に来たらじゃあなんとなく見てみたいって言って歌舞伎座に行くんですけど、じゃあその歌舞伎めちゃめちゃ好きですっていう人たちだけで回ってるかって言うとやっぱりそうでもなくて、そのなんとなくさ、はとバスで東京に来たからじゃあ歌舞伎見てこうかとか、修学旅行で東京に来たから歌舞伎を見てこうかみたいな、その観光収入に含まれているコンテンツなんですよ。大阪に行ったらなんとなく吉本新喜劇行ってみるみたいな、まあどうせ大阪来たんだから吉本新喜劇一回見てみたいよねみたいなので、なのでその質だけで勝負するっていうのもまあありっちゃありなんですけど、要は質ではなく観光収入という莫大なマーケットの中の一部として成立しているので、なので日本のオペラがそこのポジションに行くためには多分ちゃんとしたオペラの劇場を建ててそれなりの質の人を集めてっていうのをやらなきゃいけないんですけど、残念ながら不景気の国ではそういうことができないので、まあ歌舞伎でいいんじゃねってことになるんじゃないかなと思います。まあむしろ歌舞伎上げの方が売り上げ高いんじゃないかっていうね。